大瀬三鷹緑発電所大瀬三鷹緑発電所は、三重県大瀬市国市小船長一にあった、中部電力の石油火力発電所。発電所名の、三田は、東発電所の建設を指揮した、三田富雄にちなむ。2018年12月19日に廃止された。2019年4月現在、大瀬三田工事所として、解体作業が進められている。 松永安左門の大型火力発電所構造に呼応する形で中部電力の副社長であった三田民雄の指揮の下で建設された。1964年に1、2号機が運転を開始、1987年に3号機が増設された。高度経済成長期の旺盛な電力需要に応じるとともに、下季の電力需要上昇時に威力を発揮した。その後、 2004年に老朽化に伴い2号機は廃止された。石油火力発電所であるため原油高の影響を受けやすいほか、旧式設備の発電効率の悪さから2008年に1号機が長期計画停止となり、残る3号機の稼働率は10%となっていた。東日本大震災による電力危機で2011年度には200日弱稼働したものの以後は、 年数日程度の稼働にとどまった。2018年1月になり、発電所の廃止に向けて地元と協議に入ったことが報じられ、同年2月16日の尾瀬市議会全員、協議会の場で正式に中部電力から申し入れがあったことを尾瀬市が公表した。2018年4月1日に3号機が休止された。12月19日、1号機と3号機が廃止された。 火力発電所に変えて地元の干ばつ材を燃料とするバイオマス発電所を跡地に設置し、排熱を魚類養殖に利用する構想があるが、発電規模は1万キロワットにとどまり、87.5万キロワットの火力発電所を代替するものではない。バイオマス発電所の運営は中部電力、またはジェラが想定されている。また敷地の一部1.6ヘクタールを 大和市を含む東紀州4市長の広域ごみ処理場に転用し、稼働は2023年度を目標とする方針が示された。広域ごみ処理場への転用は中部電力からの提案であり、建設候補地が見つからずに困っていた大和市にとって朗報であった。大和三鷹緑発電所にあった煙突は大和市のランドマークとなっていた。 大型クレームによる煙突の撤去工事は2020年12月5日に完了した。残る煙突の一部、タンク、タービン建てやコンクリート基礎などは2021年6月25日までに撤去されることになっている。ありがとうございます。